コロンブスは新大陸から様々なものを持ち帰った。トウモロコシ、ジャガイモ、トマト、そしてチョコレートの原料カカオ豆。コロンブスが初めてカカオ豆と出会った場所、それが古代マヤの島ホンジュラスだ。この石の場所がホンジュラスだとすると、正面は北アメリカ、反対側が南アメリカ、大西洋を挟んだ先か。伝えられたその先の世界最大の地を目指せ。世界最大のカカオ豆の生産地はガーナ、カメルーン、コートジボワール。あそこだ。本当にこんなところでチョコレートの取引をしてるのかな。ハンだよ、暗号解いたのハントリーだろ。そりゃそうだけど。行くぞ。ハントリー、すごい。ようこそアンダーグラウンドチョコレートパーティーへ。デイブ、みんな安心して、僕のクラスメートでね、二人ともチョコレートが大好きなんだ。この店のオーナーだ。君たちを歓迎する。通路を入ってくるのを見て、デイブが君たちのことを教えてくれたんだ。監視カメラ、全然気づかなかったぜ。チョコレート警察に見つかったら大変だからね。この部屋はあいつらのレーダーにもかからない特別仕様なのさ。特別仕様？壁に貼られた防湿剤の成分がレーダーを防ぐんだよ。ごく一部にしか知られていない秘密なんだがね。あの暗号を自力で解くとは大したもんだ。俺の自信作だったんだが。あの暗号はあなたが？ご褒美だ。それは俺たちが作ったチョコレートだ。え、自分でチョコレートを？すげえ。さあ遠慮しないで食べてくれ。他にもたくさん種類があるんだから。チョコレートの糖分は脳を活性化させ、カカオの香りは精神を高揚させ、人に自然と笑顔をもたらす。それがチョコレートの魔法。